よかった。気がつかれましたのね。もう5日も寝たまま。ここは名もない海辺の修道院。どうか元気になるまでゆっくりしていてくださいね。はい。神様、女神様、シスター様だよ、これ。そうですわ。その服はあなたが持っていた荷物に入っていたものです。前の服はあまりにボロボロでしたから着替えさせてもらいましたのよ。と。お父さん以外に母だかなんて見られたことないのに。なんてことだ。さあ、これであなたにも聖なる加護が与えられました。これからはその美しき魂が汚されることのないよう、正しき道を学ぶのですよ。ではこれで儀式を終わります。さあ皆さん、今日のお仕事に戻りましょう。おー、シスターマリア、おい、一番偉い、この、ちょっとおばたんな方、シスターマリアって言うのやめろ。お祈りする、お祈り。セーブや。まだ2584字ちゃんとある。よかった。一文無しになってると思ってたぜ。パパスと一緒に稼いだお金だ。はい。金持ちやん。パパスとこんなに稼いでたんだ。俺ら、あの時に、あんなに稼いでたんだ。お金残してくれたんだね。パパカツ、パパカツ言うな。ドド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 ド